重症熱性血小板減少症候群ウイルスとは、ブニアウイルス目、フェヌイウイルスかバンダウイルス属に属するウイルスの一種。ウイルス性出血熱の重症熱性血小板、減少症候群の病原体として同定されたウイルスである。名称が長いため、しばしば同症候群の頭文字を取って、SFTS ウイルスと呼ばれる。また、中国語の、新布にあ病毒から、 新型ブニアウイルスと呼ばれることもある。2009年3月から7月にかけ、中国の湖北省及び河南省で原因不明の感染症が発生した。2011年になり、ウマナブマサルラによって患者の病理組織から抗原と拡散が発見されたことから病原体と特定され SFTS ウイルスと名付けられた。その後、2013年になって、 日本でもコホートスタディにより、2005年秋以降2015年3月までに感染者が100名以上いたことが報告されている。なお、中国の SFTS ウイルスと日本の SFTS ウイルスは遺伝子が似ており、同一種であると考えられているが、遺伝子の分析から日本で分離された株は独自の群を形成することが明らかになっており、両者は 完全に同一のものではないと考えられている。また、日本で確認されている4例の患者はいずれも海外への渡航歴がない。このため、日本の SFTS ウイルスは最近発生したものではなく、ウイルスそのものは昔から存在しており、患者の病原体を同定して初めて発見されたものと考えられている。SFTS ウイルスのゲノム構造もしきず、 SFTS ウイルスは3分節に分かれるマイナス差の1本、鎖 RNA を有する RNA ウイルスであり、クリミアコンゴ出血熱ウイルスやリフトバレー熱ウイルスなどと同じブニアウイルス目に属する。SFTS ウイルスのゲノムは解読されている。L、M、S の三つのセグメントと RNA 依存性 RNA ポリメラーゼ、栓具体糖タンパク質、糖タンパク質 N。 糖タンパク質 C、核タンパク質、非構造タンパク質の6つのタンパク質が発見されている。L セグメントには2084個のアミノ酸残器からなる RDRP がエンコードされている。M セグメントには糖タンパク質である GN と GC の線具体となる1073個のアミノ酸配列をエンコードしている一つのオープンリーディングフレームが含まれる。 SFTSV は GN-GC の働きによって PH 依存性に細胞へ侵入することが知られている。また、この時 C 型レクチンの一種である GC サインが細胞膜上のウイルスレセプターとして働く。S セグメントには GN と NSS の2つのタンパク質をエンコードする1744個のヌクレオチドを有する。 これら二つのタンパク質を高度する遺伝子領域は62、塩基体の遺伝子間領域によって二つに分離されている。ブニアウイルス目に共通して見られる性質から類推すると SFTS ウイルスは酸や熱に弱く消毒用アルコールや台所用洗剤、紫外線の照射によって急速に出発すると考えられている。SFTS ウイルスを保有するダニの一種である 二たとげマダニ SFTS ウイルスは、二たとげマダニに、大島ダニ高砂キララマダニといったマダニ科のダニから分離されており、マダニ科のダニが宿主であると考えられているが、どのマダニ種が媒介するのかは特定されていない。また、SFTS ウイルスを持つダニに噛まれることにより、感染すると考えられているが、交渉根が確認できない場合もある。また、 感染した患者の血液や体液との接触による人から人感染も報告されている。飛沫感染や空気感染は報告されていない。中国のチャンス省における疫学調査では、ヤギ、牛、犬、豚、鶏の血清から高 SFTSV 抗体が検出されている。また、三島将棋源の件の報告では、 ヤギが83%という高い陽性率を示している。なお、この報告において、ヤギが選択された理由は、この地域でヤギがよく飼育されており、かつマダニの吸血を受けていることが多いためである。しかし、この動物が発病したかどうかは確認されていない。また、感染した動物との接触感染も考えられているが、報告されていない。 2017年10月に徳島県で飼い犬から人間に感染した事例が確認され、世界で初めてのペットから人への感染例として報告された。日本では2015年3月11日時点で100例以上の感染症患者が報告されており、いずれの感染者も西日本で発生している。少なくともそのうち7例ではウイルス学的に SFTS と診断され、 また国内で初めて確認された患者の血液からはウイルスが分離されている。当初はマダニからウイルスが検出されることはなかったが、2013年5月23日に確認された山口県の患者に付着していた高砂キララマダニから SFTS ウイルスが検出されている。ただし、この報告は患者の女性からダニへとウイルスが侵入した可能性を否定するものではない。 また、その後の調査から、二戸とげマダニと、高砂キララマダニ以外にも、複数のマダニ氏から、SFTS ウイルスの遺伝子が検出されている。現時点では前日の通り西日本において感染者が報告されているが、マダニ科のダニは日本国内に広く分布しており、実際に SFTS ウイルスを保有するマダニの分布は日本国内の広い範囲に及ぶ。なお、 マダニカのダニは主に森林や草地などの屋外に生息しており、屋内に生息するコナダニや表皮ダニとは分布が異なる。2013年に山口県で報告されて以降、主に九州、中国、四国地方で確認され、2015年6月に初めて京都で80歳、女性、2015年9月には初めて北陸で、 石川県滋賀町の六十歳代男性が死亡した。愛媛県に衛生環境研究所でまだに二百匹を検査したところ、ウイルス保有率は六から三十一パーセント、全国調査の五から十五パーセントより高い。中国では、河南省、河北省、遼寧省、山東省、チャンス省、安岐省、石膏省で報告されており、二千十一年三月十七日に、 中華人民共和国政府により過去600人余りの患者の存在を確認されている。また、日本、中国以外に韓国でも SFTS の発生が報告されている。2020年のテレビ朝日の報道によると、同年にチャンスー湘南禁止のある病院で37人の感染が確認されたこと、 暗記症で2020年4月に23人の感染が確認されうち5人が死亡したこと、石膏症で2人が死亡したことが報道されている。感染した場合、白血球の減少や体内の出血などが見られることも報道されている。SFTS ウイルスに感染した場合、潜伏期間6日から14日を経て38度以上の発熱や消化器経営の症状が発生する。 重篤化すると死亡する。致死率は10から30%であると考えられている。発熱や頭痛、筋肉痛、失語症などの神経症状、ケーブリンパ節の腫れなどを伴う。特に高齢者は重症になりやすい。日本においては2013年3月4日から SFTS ウイルスによる重症熱性血小板減少症候群は4類、感染症に指定してされており、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における届出の対象となっている。その定義では病原体が SFTS ウイルスに限ると指定されている。2009年にアメリカのミズーリ州で SFTS と似た症状を示す患者が2人報告され患者の体内から SFTS ウイルスと禁煙のウイルスが発見されている。このウイルスは 中国のものと禁煙であるが、同一のウイルスではないと考えられており、ハートランドウイルスと名付けられた。アメリカには SFTS ウイルスを媒介するとされる、フタトゲチマダニ、オウシマダニは分布しておらず、またこの地域における、生態調査で捕獲されるマダニの99.9%が、アメリカに広く分布する、キララマダニ属のアンリオマアメリコナムであることから、 本種が媒介するものと考えられているが、ハートランドウイルスは検出されていない。2020年1月31日、国立感染症研究所にて、SFTS ウイルスに近い新たなウイルスが見つかったと報道された。2019年5月、マダニに噛まれた4日後から、発熱、両足の痛みで、歩行困難となり入院した北海道で散災取りに行った男性の血液を、 調べたところ、検出された。しかしながら、感染症研究所のリリースでは、新規、オルソナイロウイルスとなっている。ありがとうございます。